おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは朱色、ラッキーナンバー5です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。星の逆位置が出ました。目標や希望が不本意な結果になる。不安や迷いがあることから、本来の夢や目標を見失っていることや、悩んでいることから前に進めません。あなた様自身のものではない夢や目標に振り回されたり、自分の道を見失いかけています。何らかの事情により、掲げた希望が失望に変わってしまう。目標が高すぎて空ごとで終わってしまう。他人の夢や目標が無駄な努力に過ぎないことを表します。美味しい話や誘惑されることもあります。真実から遠ざかっている兆しです。あまりにも夢が現実離れしていたり、想像力ではなく空想になっていたりと空回りして行動がついていかなくなってしまいます。注意が必要です。失敗するかもしれないとマイナス要素が働き、あなた様の夢や希望、目標を邪魔している場合もあります。無気力になったり、自信を失う可能性もあるかもしれません。自分を信じることができなくなると、夢や目標も見えにくくなります。自分を信じて諦めずに挑戦することによって、希望の道筋が見えてきます。過大評価や誇張された話に流されない、現実逃避のために夢を利用しないように気をつけましょう。あなた様の夢や目標を、他人の手に預けたり利用させてはいけません。あなた様の夢や目標はあなた様のものなのだから。星の逆位置の意味は高すぎる理想、うぬぼれ、目標が見えない、無駄話が多く実りがない、なぜか思ってしまう、心の潤いを失う、楽しめない、不健康、見失う。2枚目めくっていきます。現実から目を背けている。こだわりが強くなって、求めるものを理想化しすぎたり、誰もわかってくれないと自ら心を閉ざすようになったり、自分を孤独に追いやってしまうかもしれません。自閉的な観念に支配されている状態です。頑固で非現実的な考えを持っているので、友人知人とのトラブルに注意する必要があります。慎重でない行動にも注意する必要があります。辛いことや大変なことから逃れるように、現実社会に背を向けて閉鎖的で引きこもりがちな姿勢でいたり、何らかの思い込みや迷信にとらわれているかもしれません。目の前の状況を受け入れられずに現実逃避に走ってしまうかもしれません。一人よがりになりやすく、自分の役割を理解せずに空回りしてしまいそうです。秘密がバレることに注意する必要があるという意味があります。慎重さを欠き、賢い対処ができず、物議が起こりやすくなるかもしれません。うちにこもりたい気持ちがあっても、あえて社会活動やコミュニケーションを活発にした方が状況は改善されます。もっと大きな視野で、物事を受け止める必要がある場合もあるでしょう。隠者の逆位置の意味は頑固さ、社会生活や対人関係の悩み、引きこもり、恋に恋する、現実離れした妄想の恋、孤独、真っ当な意見を無視する、
誰も必要としない。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。